はい、それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話しさせていただきます。はい、私から1点お話をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症対策について説明します。道内の感染状況でありますが、人口10万人あたりでは 164.6 人と減少傾向が続いています。先週との比較では 22% 減少となっています。直近のピークであった11月22日は 1138.9 人ということでしたので、そこと比較しますと約9割減少したという状況になっています。病床使用率についても 20.2% です。減少傾向が続いています。ピークの12月6日が 57.9% の病床使用率でしたので、こちらについても6割以上減少という状況になっています。また重症病床使用率については 4.9% という形で低い水準で推移をしています。インフルエンザについては引き続き全道で流行入りをしておりまして、7つの保健所管内で注意報が発令をされ、増加傾向が続いています。コロナ禍が始まった令和2年と同程度の水準となっています。その1年前、令和元年と比較をいたしますと、まだ低い水準にあるわけでありますが、学校の臨時休業も増えてきています。今後も注意が必要な状況にあります。詳細については道のホームページ、こちらをご確認いただければと思います。レベル分類については現在レベル2として運用しているところであります。このレベルの判断にあたっては指標を基本とするということとしており、全道の病床使用率は先ほど申し上げましたとおり 30% を下回る水準にありますため、2月の6日からレベル1といたします。なお、道民の皆様にご利用いただいております無料検査事業、こちらについては、これは原則レベル2ですよという状況なんですけれども、2月末までの延長をすでに決定しております。引き続き実施をしていきます。そして、即応病床、こちらについても、道南県を除きフェーズ2ということでしておったんですけれども、道南県においても入院患者数が減少しておりますので、こちらも同日6日から全道をフェーズ2とさせていただきます。今後、入院患者の状況を踏まえながら、フェーズ2からフェーズ1への引き下げに向けて、医療機関などとの調整、これを進めていきます。今週末から道内各地で冬のイベント開催が本格化いたします。明日2月4日からは北海道を代表する冬のイベントであります札幌雪まつり、こちら3年ぶりの開催となります。前回の来場者数は約202万人ということであります。今年は国内外から多くの方々がお越しになるという見込みであります。イベントの開催については大声の有無にかかわらず収容定員 100% での開催が可能となったわけでありますが、場面に応じたマスクの適切な着用といった基本的な感染対策の実施が前提になります。今年の冬祭り開催にあたっては、来場者に向けた感染対策の呼びかけや混雑防止のための対応、休憩所などの換気の徹底、飲食ブースは設置をせず、さらにはこうした取り組みの多言語による周知など、さまざまな対策が講じられます。各地の冬のイベントにも、このお出かけになる際には、基本的な感染防止行動を徹底していただくということと、主催者が定めるルールがありますので、これを守っていただいて、積雪や凍結によります転倒などにも、十分ご注意をいただきながらお楽しみいただきたいと思います。現在病床使用率や新規感染者数は減少傾向が続いているわけでありますが、インフルについては増加傾向が続いています。冬のイベント開催が本格化するという中で、
道民の皆様には冬のイベントなど接触機会が増えるそういう場面はもとよりでありますが、基本的な感染防止行動に取り組んでいただくということとともに、日頃からの備えとして解熱剤や検査キットをご用意いただくこと、オミクロン株対応ワクチンの速やかな接種についてもご検討いただくということを引き続きお願いいたします。同のワクチン接種センターではオミクロン株対応ワクチン、ノババックスワクチン、この接種を行っています。接種を希望する方はご予約いただければと思います。国は5月の8日から新型コロナを5類感染症に位置づけることとし、医療提供体制等の段階的移行の具体的な方針を3月上旬に示すとしています。またマスクの取り扱いの検討に関しては、今後早期に見直し時期も含めその結果を示すということであります。どうとしてもこの国の検討状況を注視をしてまいります。全国知事会ではこうした位置づけの見直しに対応いたしまして、ワーキングチームを設置をし、課題の整理と国への提言を行います。どうとしても有識者などの方々や市町村の皆様にご意見を伺った上で、道の対策本部において課題を取りまとめました。具体的には外来入院の自己負担に関する制度設計、感染拡大期における入院調整機能の確保、ワクチン接種計画や国区による支援、そして新たな変異株への初動体制の確保などとなっています。特に初動体制についてでありますが、今後段階的に移行する中にあっても、大きく病原性が異なる変異株が現れた場合、迅速的確な対応が必要になります。これまで3年間にわたり新型コロナに対応する中で、そうした体制の必要性が広く共有されてきたところであります。これを今後どのように確保していくのか、5類への移行とセットで検討していく必要があります。その他、社会経済活動や学校の活動への対応も課題としています。道として整理いたしました課題も含めた各都道府県における課題などについて、全国知事会のワーキングチームにおいて提言を取りまとめまして、近く国と協議を行う予定であります。今後とも国の動向などについて市町村や関係団体と積極的に情報の共有を図っていきます。寒さが1年で最も厳しい時期になりました。冬のイベントが本格化する時期となるわけでありますが、この冬を安心して楽しんでいただくため、道民の皆様には引き続き基本的な感染防止行動の徹底、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。私からは以上です。